はい、こんにちは。自粛自粛でね、まあ、暇じゃないんですけど、材料とかがね、もう動かないのがあるんで、ちょっと空いた時間使って、ビートルの今回は、ミッションマウントを交換しようと思うんですけど、まあ、まずエンジン下ろさないとダメなんで、昨日の夜にね、エンジンフード取っちゃって、でまあ、今日は、上のね外せるもん外して、でオイル抜いて、あわよくばまあ下ろせたらいいなと思ってるんですけど、まあいかんせんやったことがないので、ゆっくりね仕事しながらビートルのエンジンを下ろしていきたいと思います。ではやってみましょう。インケージやらね、何やらいろいろ外して、結構ね、もうこれだけでもだいぶスッキリするんですけど、これからね、このキャブ外すんですけど、まずキャブ取ってからインテークを外すと。で、こういうね、ロングのエクステンション、相当長いやつ、60センチぐらいあるかな、これとか、あとこういう首振るやつね、こんなのあると、隙間がね、かなり狭いので、
だいぶすっきりしましたね。上はね今もう全部ほぼ外れて、あとは下回りかな、あのヒーターのワイヤーとかね、あの辺外して、で、まだねエンジンカートっていうのかな、あれを一応今回ちゃんとしたやつ買おうと思って、それがまだ来てないのでエンジン下ろすのはね来週になるかもしれないですね。でね、さっき見せたこのエクステンションと、あのこの首振るやつね、これないとねツインキャブ車は相当大変です。全然入んない手が、なんでこの2つは絶対いるかな。あとはもう全然手持ちの工具でいけると思うんで、必要な部品とか見繕って、下ろしてまた動画撮りたいと思います。では。